はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、このモンスターを厳選していきましょう。これ後ろにいますね。モビルオニキスですね。このモンスターも、おしゃれさんをまだ持ってません。今日は、おしゃれさんが出るまで、やめられません。やっていきたいと思います。どれぐらいかかるだろうね。ちなみに、おしゃれさんになると、隠された特技とかを持ちやすくなるんだよね。モビルオニキス、まだ真ん中のやつ持ってません。何が出るんだろうね。多分これが、おしゃれさんが持ちやすい特技となってると思います。そしてここね、この特性も、おしゃれさんが持ちやすいんじゃないでしょうか。多分モビルオニキスのおしゃれさんは、まあ、剣の色が違うっていうのはあるだろうね。いつものごとく、オレンジと、緑とピンクか。そんな剣の色になると思うんだけどね。あと、仮面を被ってる。どんな仮面なんだろう。と、あと体に模様がある。どんな模様だろうね。まあ、とにかく、ここで探してみましょう。まあ、いつものごとくね、仮面と体の模様は見えにくいです。おそらくね。なので、剣の色で判断するしかないよね。はい。まあ、ここで何度もやって、おしゃれさんを探してみましょう。なんか、おしゃれさんが出やすい効果のコインとかないのかな？やっと出た！やっと！もうかなり時間かかってね、20分ぐらいちょこちょこやってたんだけども、これでしょ？剣が、赤だわ、赤。赤か。まあまあ、わかりやすいね。剣が赤いのがおしゃれさんっぽい。間違いないよね。あ、赤だね。はいはい。なんか、鬼滅の刀みたいな感じになってるな。はい、わかった。でも、デザートモデルじゃないんだ、欲しいのは。まあ、剣の形がまず違ったんだな。日本刀みたいなやつを持ってるんだね。はい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 、まあ。こいつではなかった。本命ではなかったけども、まあまあ一応、剣の色が赤いやつがいるってのは分かったね。OK。とりあえずもうちょっと探してみましょう。これは、かなりの長期戦になるぞ。また出たけども同じやつだね。剣が赤いだけだよね。あと、マスクみたいなのもないし、模様もないよね。いやー、これ赤以外ないのか？でもデザートモデルでもないんだ。違うんだよなー。これは出ないか、まだ。またか、デザートモデルの方ですね。で、昨日もね、やってて思ったんだけども、おしゃれさんは、やっぱりね、昼間しか出てこない気がする。今ね、夜もずっとやったんだけども、夜は、一度も出なかったんだよね。なので、やっぱり昼間しか出ないとか、そういうのがあるのかな。にしても出ない。本当にね。サタンジェネラルナイトファイラスはもうちょっと出た気がするんだよね。こいつは本当に出ませんね。出ました。多分これ、そうでしょう。あ、まあ間違いない間違いない。緑の剣じゃないこれは。だね。なんか緑と青ちょっとわかりづらいんだけども、あ、緑だ。オッケーオッケーオッケー。1時間かかったよ。1時間カチ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 して、ようやく出ました。まあまあもちろん仲間にはなると思うけどね。頼むよ、緑。よし、オッケー。オッケー。いや、今日はね、本当に終わらないかと思った。よかったー。まあまあ、赤い剣のノーマルのやつが、2、3体と、今の緑の剣が出ましたね。では、どんな感じなのか見てみましょう。
それではどんな感じなのか。でもね、剣の色だけだったんだよな。うん、なんか仮面をかぶってるとか体の模様っていうのは全くなかったね。あー、やっぱり俺がこれかなと思ったのは違ったみたいね。普通のやつだもんね。うん、特技3つの普通のやつだな。名前かっこいいけどね、村雲。でもダメです。で、これもいらない。うん、ティング、あ、ん、これはメタルハンターか。あ、メタルハンターだね。まあ、いりませんね。では、まず、これだね。この3体が、赤い剣持ってる、持ってる。うん。違うわ。見てみましょう。あー、でも特技は、4つか。4つだね。で、安全第一の豪傑。あー、豪傑使いにくいな。あ、待って。この、デザモルは、これ上級オシャレさんだ。胸にさ、マークがついてる。こいつだけ胸にマークついてるわ。なるほど。体に模様じゃなくって、ピンポイントでワンポイントマークがつくんだな。あ、ちょっと待って、ザトウもさ、これ、傷がついてるわ。なるほどね。これはね、遠目じゃわからん。うん、胸のワンポイントとかさ、ちょっと傷がついてるとかさ、これはもう、わからんよ。本当に。まあ、特にこのね、この宝石の方なんかキラキラしてるからさ、特にわかんないと思うけどね。じゃあ、こっち、普通のおしゃれさん、なんだ？あー、ワイドとパワーレーザーですね。あ、これはいいね。弱体とスタン。特性はすごく使いやすそうなやつです。でも、使わないかな。うーん、こっち、傷が入ってる人も、4つ持ちの、安全第一とスタンですね。まあ、デバフ要因として使えば使えるんじゃないか。では、お目当てのニッキー。だね。別に傷もついてないよね、この人は。うん、ただ剣の色が緑っていうだけで、どうでしょう。まあ、いいんじゃない？ここは。問題は特性だよ、特性。あ、奇跡の拳と弱体。強い。うん、奇跡で HP 回復するし、弱体化で敵を弱体化することができるのでいいですね。オッケー。ニッキーいただきます。はい。フォーカスカレーね。作ればできるな。なるほどね。このキラーアーマー系の、違いっていうのが今日は分かりましたね。まず剣の色が、緑と赤と、あと黄色かな？になると思います。そして、胸にワンポイントがあったり、傷がついてたり、そういう個体がいるので、これは厳選難しいね。とりあえず剣の色はすごく分かりやすいので、すぐわかると思います。ただし、このワンポイントマークとか傷、全然わからん。なので、まあ、とりあえず剣の色で判断して、厳選してみてもいいのではないでしょうか。で、俺が今日やった感じで、ナイトファイラス、サタンジェネラル、あいつらを厳選するよりも、今回の方が時間かかった。めちゃくちゃ時間かかったね。やっぱ個体差によってだいぶ時間も変わるのでしょう。はい。まあ、よかったら皆さんも厳選してみてください。ただし、時間はむちゃくちゃかかります。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。